はい、皆さんこんにちは、マネトラです。前回の1作目が、アクセス件数こそ少なかったんですけども、高評価のボタンをたくさんいただきましたので、急いでこの2作目を作っているというわけです。1作目同様、まずは皆さんこの動画を一旦停止させていただいて、紙とペンとそして電卓を持ってきておきましょう。そして私の方から問題を出します。そして解説、回答へと進んでいくんですけれども、問題が出終わった瞬間に皆さんの方で一回このビデオを一旦停止いただいて、試しに自分の、力で解いてみましょう。前回同様、サンセットマッチで行います。それでは今回の問題の幕開けです。今回の問題集は前回の一作目に続いております。ストーリー性を持たせております。だからステップの4ということになるんですけども、では問題。先月の末日、売価で1万円、原価で7200円の在庫が残っていた。売価で100円、原価70円の大福餅を100個、売価150円、原価110円の桜餅を50個仕入れた。そして今月末日の締めで、売上高2万円、でも今月は棚卸しをしていないという状況なんですね。松の在庫がわからないという状況で、果たして粗利益は求められますかというような問題になります。1番、あるべき在庫売価はいくら、そして、原価率はいくら、そして粗利益高は、粗利益率はといったような問題です。先ほど申し上げたように、これができるんであれば、あなたは棚卸しをしなくても粗利益率がわかるということになるわけです。さあ皆さん、レッツシンク。さあ改めて問題を見ていくことにしましょう。在庫が売価で1万円、原価で7200円残っていた。そして仕入れが大福餅、桜餅が起きています。そして締めてみると売上高で2万円、ところが棚卸しはしなかったという状況なんですけれども、まずやるべきこと、売価ボックスを呼びます。おい、売価ボックスということで、この表、この時表といいますか、この絵を思い出しましょう。有無を言わさず覚えるんです、これはね。これを、売価の表を覚えましょう。そしてこの絵をシャシャッと描いたところで、上の問題から売価のところだけピックアップして、この絵の中に書き込んでいきます。機種在庫売価ですから、売価1万円でしたね。そして機中の仕入れは、大福餅が100円かけるの100個、桜餅が150円かけるの50個ですから、合計で1万7500円、売上高は締めてみて2万円でしたので、この、1万プラス1万7500、マイナスの2万円であるべき在庫高は7500円ということになります。続いて原価率を決めていきます。原価率、原価率はよく考えてみてください。前回やりましたステップの3番と問題がほとんど一緒なんですね。前日までの在庫の中身、売価も原価も同じ、そして仕入れも同じということになれば、ステップの3番と全く答えは同じになるはずです。つまり仕入れ原価、機種在庫原価プラスの仕入れ原価を、機種の売価、そして仕入れの売価で割ったものになります。答えは 71.6。 先ほど申し上げたようにステップの3番と全く同じ答えです。あるべき在庫高が7500円、7500円でしたので、この7500円に原価率 71.6 をかければ、あるべき在庫の原価が求められます。あるべき在庫売価かけるの原価率で、答えは5370円ということになります。これで初めて原価の世界に突入です。
原価の突入するためにはあのアラビマックスを呼びます。アラビマックスを呼びます。呼んだら上の問題で原価のところだけピックアップしていきます。在庫が7200円ですか。そして70円の100個、そして110円の50個ということですので、7200円、そして12500円というところが分かります。そして期末在庫原価についてはその前のページに求めた5370円を引っ張ってきます。となると7200円プラス、12500円マイナスの5370円で、ここの売上原価が出てまいります。売上原価14330円ということになります。売上高が2万円でしたので、売上高が2万円でしたのに2万円マイナスの14330円で、答えは5670円ということになります。粗利益率は粗利益高に対する売上で割ったもの、粗利益高を売上高で割ったものですから、5670円割るの2万円で 28.4% です。というように、今説明してまいれたように、棚卸しをしなくても粗利が分かるわけですね。すごいです。さあ調子乗って、ステップの5番へ参りましょう。ステップの5番は、棚卸しをします。何のために棚卸しをするのかという意味が分かってくる問題です。すごいですね。問題、在庫は一緒ですね。仕入れも同じですね。そして今月末の締めたところでの売上高は2万円、ここまで一緒です。ただし先ほど申し上げたように実質棚卸しをやってますので、確定棚卸しとして売価在庫で6500円が発覚ということになりますね。6500円が分かってるということです。それで問題は全く同じということで、1番まずはロス率を求めます。ロス率、そして2番目は、期末在庫原価を求めて原価の世界突入、そして粗利益高、粗利益率を求めていきましょう。よろしいですか。さあ皆さん、 Let's think。 さあ改めて問題を見ていきます。前日までの在庫は同じ、そして仕入れも同じ、末日で締めてみたら売上高は2万円、そして今回、今月は棚卸しをやったということですね。売価在庫で6500円の在庫があったというところの問題です。まずやるべきことは売価ボックスを呼べということでしたね。呼びました。ここに分かってる範疇での上の問題から売価の数字だけピックアップしてまいります。そこに書き込みます。在庫の売価は1万円、そして期中の仕入れ売価が17500円、もう先ほどやってますからね。そして売上高は2万円ということです。これを引き算すると、先ほどもあったように7500円、ここまでは先ほど求めてきたステップの4番と全く同じです。ところが今回分かってるのが売価在庫での確定在庫は分かってます。そこでこの6500円を入れます。すると7500円マイナスの、6500円でロス高が確定するわけです。1000円なんですね。ロス高が1000円ということで確定しました。さあ次の問題、ロス率を求める際でしたので、ロス率は、売上に対するロス高、売上その販売状況におけるロスですので、要は販売後、要は売上高で、ロス高を割ります。答えは 5% です。原価率、原価率には先ほども申し上げたように、前日までの在庫、そして仕入れ状況がステップの3番と全く同じですので、これはもう計算することもなく、71.6% を使いましょう。期末在庫原価を求めていきます。先ほどはあるべき在庫高を使いましたが、今回はせっかく棚卸しをしておりますので、確定在庫が分かっております。6500円、この6500円に先ほどの原価率 71.6% をかければ答えが出ます。4654円ということになります。これで初めて原価ボックス、要は粗利ボックスの中に飛び込んでいくことができます。
それでは早速原価ボックス、粗利益ボックスを呼び込みます。呼び込んだら上の問題から分かっている原価の部分だけをピックアップ。在庫原価が7200円、仕入れ原価が12500円、そして確定在庫売価に、原価率をかけた答えが4654円でしたので、それをそのまま、挿入します。7200円プラスの12500円、マイナスの4654円は売上原価15046円ということになります。そして期末の売上が2万円でしたので、2万円マイナスの15046円で、粗利益高は4954円ということになります。したがって粗利益率は、売上比でしたので、売上高で割ればいいということで、4954円を2万円で割る、答えは 24.8 です。ここで大事なポイントです。ステップの4番はロス率ゼロの時の粗利益率でした。それが 28.4。 そしてこの今の問題、ステップの5番はロス率 5% が発生しています。確定在庫がはっきりしたことで、ロス率 5% というのがはっきりしたわけです。すると、粗利益率は 24.8 というふうに大きく下がりました。つまりロス率を減らせば粗利益率は向上するということになるわけです。これであなたは棚卸しの意味としてロス率の確定の意味だということをマスターしました。ステップの6番、本日最後の問題になります。これができたならば、あなたは売価変更の意味がわかるということになります。前日までの在庫は一緒、仕入れ状況も同じです。そして売上を占めてみると、2万円、確定棚卸しも6500円、ここまでは全く同じです。ところがこの企業は実は売価変更をしっかりと管理していたんです。その売価変更の中身をチェックしてみると、売価100円の大福餅を、前価100円の大福餅を20個売ったところで、20個売ったところ、つまり80個残ってますから、残りの80個を90円に値下げしたというのが記録で残っていたわけです。こういうことが分かった状況で、さあ6番目、今月末の売変率とロス率はおいくらでしょう。そして今月の期末在庫原価は、さらに粗利益高、粗利益率はどうなってるんでしょう。それでは皆さん、レッツシンク。さあ改めて問題を見ていきます。在庫仕入れ状況は全く一緒、そして売上も2万円、そして確定棚卸しも6500円ということで、ステップの5番と全く同じ問題です。ただしこの企業は売価変更を厳しくチェックしていたおかげで、売価変更の中身が分かってます。売価100円の大福餅を20個売ったところで、残り80個、この残りの80個を90円に値下げして販売しているということが分かっているわけです。そういった状況でまずやるべきことは、売変が起きてます。売価変更、いわゆる売変です。売変は、100円のものを90円に下げたということで、売変額は1個当たり10円を何個、80個下げたということですので、10円かけるの80個で800円です。800円が売変高です。プラス表記になります。売変高は800円です。売変率はこれも販売状況に起きて、状況の中で起きたことですから、売上で割ります。売変高を売上で割ったもの、つまり 4% というのが売変率で分かったわけです。そこで前回の、問題にもあったように、売価ボックスをここで呼び込みます。売価ボックスを呼び込んだところで、上の表から分かっている売価の数字をピックアップして挿入していきます。1万円、17500円、そして売上高は2万円。ところが先ほどあったように、売価変更高800円という数字が分かっておりますので、あるべき在庫が分かりやすいですね。1万円マイナスの、1万円マイナスではなくて、1万円プラスの17500円から2万円と800円を引いたもの、それがあるべき在庫高です。
あるべき在庫高はこれで6700円ということが分かります。ところが、確定棚卸で6500円が確定在庫高で分かっておりますので、あ、ごめんなさい、ここ6500円ですね。6500円を入れると6700円から6500円を引くとロス率、200円ということが分かります。ロス高は200円、そしてロス率はロス高を売上高で割ったものですから200割るの2万円で 1% というふうになります。続いて原価率を求めていきますけれども、これも在庫仕入れ状況が全くステップの3番と同じだったためにこれも 71.6 変わらずです。そして期末在庫原価についても、確定在庫は6500円ですから6500円に 71.6 をかけたもの、4654円が、期末在庫原価というふうになって、ね、ステップの5番と全く同じですね、ここまでね。さあ、それでは原価ボックスに入りましょう。原価ボックスを呼び込みます。呼び込んだところで原価で分かっているところの数値7200円、12500円、そして今求めたばっかりの期末在庫原価4654円を入れると売上原価15000飛んで46円というのが確定します。そこで売上高は2万円でしたので2万円から15046円を差し引いたもの4954円が、粗利益高ということになるわけ。すると粗利益率は粗利を売上で割ったものですから4954円割るの2万円で 24.8。 さあ、ここでのポイントです。前の問題のステップ5番は売変管理をしていない、だからすべてロス率 5% として計上されておりました。ところがこのステップ6番は売変管理をしっかりした企業さんということであって、すべてロス率ではなくて 5% の内訳をしっかりと売変 4% と不明なロスの 1% に区分けすることができていたわけです。つまり粗利益改善をするためのフォーカスを絞って対策を打てるというのが、やはり売変管理をしっかりしてる企業の、いいところポイントになるかと思います。つまりこれで、あなたは粗利改善の原因潰しができて、その上で対策立案までマスターしたということになります。ここで今回特別のポイントです。ロスという爆弾の凄さを知ってますかというページを用意しました。先ほどの一番最初に出てきた売価ボックスですね。あるべき期末在庫売価の中身は棚卸しをすることによって確定在庫がはっきりする、するとそれを差し引いたものがロス高ということですね。さあ、このロス高をもうちょっと大きく見てみましょう。拡大してみました。ロス高の中身を拡大して見てみると、いいですか、ここが大事なポイントです。管理できるロスと管理できないロスというのがあります。管理できるロスというのは、例えば見切りロス、廃棄ロス、値下げロス、そして管理できないロスは不明ロスとチャンスロスです。ただし、ここで言うチャンスロス、売上機会ロス、チャンスロスについてはこのロス高の中には含まれていません。この紺色のロス高の中にはチャンスロスは含みません。あくまでも不明ロスです。不明ロスというのは万引きロスであるとか帳票によるわけわからんロスです。ところが上の見切りロス、そして廃棄ロス、値下げロスについては、先ほどもあったように売価変更をしっかりと管理しておれば分かるロスということで、売価変更高、つまり管理できるロスなんですね。このようにロスをしっかり管理できるロスは管理するようにする、できないものはできないというふうにしっかり分けておくことがポイントです。このように売変額をしっかりと把握してみると、実際のところ多くの企業でだいたい売上対比 6% から 8% の売変率、売変額が発生しているのが分かります。そして経常利益率がどうでしょう。優秀な超優秀な企業で 3%、 そして、普通ね、頑張ってるなというところの経常利益率で 1% ちょっとというようなところですけども、まあ、中堅どころいい企業さんで、経常利益率が 2% だったとしたら、なんと
経常利益の3倍以上のお金を捨てているということになるわけです。そのぐらいこの売価変更というのは大事なポイントになるわけです。無駄な、いいですか、無駄な見切り、無駄な廃棄、無駄な値下げなどを減らすことによって大きく利益は改善するということが分かったわけです。はい、今回はここまで終了です。いかがでしたか。皆様の反応が良ければさらに続編を作っていきたいと思います。次の機会にお会いしましょう。またね。